か4人に分かれてください。はい。そしたらピラミッド。あれ宮村くん一人なの？誰だって人との間には距離があるはずだ。一度決まってしまった距離はそう簡単には変わらない。大抵そんなものだと思う。そしてこれからもそんな日常が続いていく。吉川じゃないってバレんじゃね。うっさい通る。あ、てか堀、昨日タコの乱視に堀の LINE 聞かれたんだけど、どうしよう。自分から言ってこない時点でアウト。言うと思った。あ、堀さん落ちましたよ。ありがとう。宮村暗いな。いつものことながらオタクっぽいよね。フィギュアで萌えとか言ってんのかな。てかなんであいつ冬服。あっそう。誰しも他人には見せない一面があるはずだ。自分から知ろうとしない限り他人の本当の姿なんて見えてこない。大抵そんなものだと思う。まあ私も同じだけど。Hello。
小さい頃から共働きの両親、母は毎晩帰りが遅いし、父は単身赴任で家にいない。そうとのお迎え。普段の家事も弟の面倒を見るのも私の役目。そうた、そうたくん、お姉ちゃん来たわよ。お姉ちゃん。まあこんな格好友達には見られたくないし、これが私の日常だから、これからもそれが続いていくはずだった。はい、もしもし。すみません、ソータ見てもらってて。ごめんなさい、ソータくんが、ソータくんが。え、どうしたんですか？ほんのちょっと目を離した間にいなくなって。光栄ですよね。あ、私も。それがピアスだらけの若い男がソータくんを連れていくのを見たって。え、誘拐？すみません、ちょっと待ってください、誰か。何があったのよ。転んだ。もう心配させないでよ。あ、もしもし、ソータ帰ってきました。はいはい、本当こちらこそごめんなさい、今日はありがとうございました。ピアスだらけの若い男。え？お兄ちゃんがね、連れて帰ってくれたの。お兄ちゃんって、この人が。驚かせてすみません。大丈夫そうなんで、俺はこれで。お兄ちゃん、うちに寄ってってよ。次はどれにしよう。これは？いいね。どうぞ。ありがとうございます。はい。ソータくん、犬が吠えたのにびっくりして公園の外に逃げ出しちゃったみたいなんです。その時転んで水たまりに。それであんなドロドロに。怖かったんだもん。でもソータくん、ほんとしっかりしてますね。帰り道も分かってたし、俺は念のために付き添っただけなんで。いや、そんな、そそかしくて困ってるんです。連れてきていただいて本当助かりました。でも家のこと全部自分でやってるなんてすごいですね、堀さん。いや、そんな。え？堀さんですよね、一組の。堀だけど、なんで？あなた同じ学校？何言ってるんですか。同じクラスの宮村ですよ。え？落ちましたよ。はぁ？本当に同一人物？信じられないんだけど。てかそれより、すっぴん。え、どうした？堀、大丈夫？宮村、ちょっといい？え、また遊びに行っていいんですか？私じゃないわよ。ソータがまたお兄ちゃんと遊びたいって言うから。
でも驚いたな。え？話しかけてくれたの。昨日のこともあるし、てっきり避けられてるのかと。そんなことするわけないでしょ。そりゃさ、こっちはあんな格好見られて気まずいし、あんたは今と全然違うし、まあ話しかけるタイミングは迷ったけど、でもほらそれは結局お互い様だし、避ける理由には。え、何照れてんの。あ、いや、あの、ちょっと慣れてなくて、あの、こういうのちょっと難しいというか。ありがとう。それから宮村がよく家に来るようになって、堀さん家に行くようになって分かったことがある。漫画は普通に好きだけど、萌えとかでは。別にオタクというわけではない。やっぱり暗くてオタクと思われてた。チーズケーキとショートケーキどっちがいい？家はケーキ屋らしい。生クリームたっぷりのケーキが好き。左右4個ずつと口1個で9個。ピアスは中学の時に安全ピンで開けた。家ではいつもすっぴん。スーパーのチラシ？明日卵がタイムセールなの。友達と遊びに出かけたりはしない。意外とまつげが長い。16時まで？学校終わってからで間に合う。走れば余裕。3パックは欲しいし。そしてかっこいいお兄ちゃん。宮村、それはちょっとすごいのかバカなのか分かんない。え？きっとお互いまだ知らないことばかりなんだと思う。最近セットをよく見るね。なんだろうね、トル。知るかよ。あ、堀さん、堀さん、ちょっといい？え？先生気づいちゃった。体育大会の応援合戦、リーダーやってくれない？私が？てか体育大会ってもう動いてんの？創作パートは生徒だけでダンスを作んなきゃだからさ。あ、お願い、堀さんなら絶対うまくできるから、ね、お願いお願い、ね、やろ、ね、お願いお願い。もう堀さんしかいないもん。いいよ、人気者だな。え、堀。ああ、そうだね。最近仲いいよな。付き合ってんの？いやいやいや、まさかそんな。だよな。お前と堀じゃなんか違えもんな。うん。ああ、うん、そうだよ。俺と堀さんじゃ釣り合わないし。あ、もしかして石川君堀さんのことが好きなんだ。は？だから俺と堀さんが話してると睨んでくるのか。おい、ちょ、お前さ。いや、ごめん。石川君が堀さんのこと好きだって知らなかったから。お前、声がうるさいっつうの。あ、で、誰もいねえし。なんで？石川君、やばいかも。次、体育だ。はぁ？早くしろよ、もう。はぁ。着替えといてサボんのかよ。まあ遅刻は確定だったし、たまにはいいじゃん。てかさ、お前なんでジャージ？あ、もしかして怪我とか？いや違う違う、そういうんじゃないんだけど。そっか、じゃあなんだよ。実はこの下
堀さんしか見たことないんだ。はっ、え、待って、どういうことだよお前。ちょ、お前見せる。なんだよこれ、本物。うん、ちょ待って、お前それ、ピアス、しかも何個入ってんだよこれ。ちょ、これも伊達目だし。イケメン。俺ぶっちゃけ宮村のことネクラなオタク野郎だと思ったけどさ、なんか面白いなお前。そうかな。ま、誰にも言わねえから心配すんな。でもう一回聞くけどさ、堀とは本当何もないんだな。ただの友達。釣り合わないって俺と堀さんじゃ。じゃあ俺堀に告るけどいいよな。堀さんが決めることでしょそれは。堀、んちょっと話なんだけど時間いい？ごめん今日はちょっと。あ、いやでも、堀さん、ソータは俺が迎えに行くからさ、石川君と話してきない？いやでも、分かった、ありがとう。手洗ってきな。はい。お兄ちゃんだ。そうか、もう少ししたらご飯作るからちょっと待ってて。うん、わかった。おかえり。宮村、ちょっと話ある。うん、トールに告られた。うん、そっか。私と宮村が釣り合わないとか本気で言ったわけ？え？どうなのよ、言ったの？ちょ、え、いや、あの石川くんは？トールは今どうでもいい。宮村はそういうこと言ったの？言った。そうなの？そう思ってたの？そう思いながらうちに来てたの？違う。俺暗いし地味だしさ、それで堀さんの壁が下がったり迷惑かけたりしたら嫌だなって。なんであんたが
私の株とか気にすんなよ。もう二度と言うんじゃないわよバカ。ごめん堀さん、ごめん。それにトールにも見せたんでしょ、ピアスとタトゥー。え、いや、まあ成り行きで。何を？その偶然会ったんだ、吉川先生。ユキリ？その学校で？一瞬だったんだけど。堀さん、私以外の人に宮村のそういう格好とか見られたくないんだけど。お姉ちゃん、まだ？お腹すいた。ごめん、すぐ行く。オムライスがいい。ごめん、そうた、今日卵買えなくて。あるよ。え？思い出して、タイムセール。ありがとう。堀さん、堀さんの料理してるとことか、エプロン姿とか、結構大きい声で怒るところとか、実は家ではどうでもいい髪型してるところとか。何が言いたいわけ？そういうの人に見られたら嫌だなって思うよ。この時間は俺だけのものだって思うし。バカ言ってんじゃないわよ。バカよ本当に。バカ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 宮村。バカ村はひどくない。いただきます。いただきます。おいしい。おいしい。お互いのこういう面を知ったのは偶然だけど、やっぱりさ、そうやって怒ったり家では飾り気がなかったりするこっちの堀さんの方が可愛い。勝手に言ってなさいよバカ。僕たちは、私たちは他人には見せない時間の共有者になった。宮村のこと気になってんでしょ。宮村、お前俺のこと好きだろ。俺を友達としか思ってないから。どうしたのその顔。ちょっと喧嘩して。好きだなって思わず。俺も好きだよ。